レディナ・チェロは、アルバニアの首都ティラナ出身の歌手、モデルである。2004年12月、ユーロビジョンソングコンテストのアルバニア代表を、選出する、音楽祭、フェスティバリー・ケンゲスの司会を務めた。翌年、自らこの大会に挑み、ネサー氏個人を歌って、優勝を果たし、翌年のユーロビジョンアルバニア代表に選出された。優勝曲の歌詞を英訳、解体した、トゥモロー。 アイゴーでユーロビジョン本大会に参加することを決めた。前年のアルバニア代表、アニエザ・シャヒニが大会で上位に入ったため、この年の大会では、アルバニア代表は準決勝を経ずに決勝に進出でき、決勝では16位となった。チェロは1995年にもフェスティバリー・イケンギスに参加し、7分11秒に及ぶ楽曲、E ドニダ・シームを歌い、 大きな喝采を受けたものの、この時は優勝を逃し、2位に終わっている。2006年11月19日、ンがまじけ音楽祭で、力強いバラード曲、ジェミー・ティー・ハワッチを歌い、2位となっている。ありがとうございます。